こんにちは、キズナあかりです。今日は、HTX で飛行機を飛ばそう、第1回、ホーム画面とシステムメニュー、を、お送りします。まず、これが HTX を起動した時に、表示される画面です。最初からモデル01という、柄のモデルデータがあるようで、その名前が表示されています。その下の数字が、送信機の電圧です。その下の棒は、バッテリーの割合です。この表示ですが、月に変えられるので、変な設定にすると当てにならなくなります。四方にある4つがトリムの位置表示。トリムを触ると移動します。中心の下が時計。左右のアルファベットは、各スイッチの位置を表し、実際に操作すると、矢印の方向が変わります。その内側の四角は、ジンバルのスティックの位置。動かすと表示も動きます。一番中央は、ダイヤルの位置表示です。これも回すと動きます。メニューボタン関連は、左上の SYS がシステムメニュー。モデルに関わらない、送信機全体に関するメニューがあります。右上の MDL がモデルメニュー。モデルの切り替えや、モデルの制作画面があります。そして、RTN ボタンがリターンボタン。戻ったりキャンセルするボタンです。ページボタンは2つあり、上が右ページに移動、下が左ページに移動、です。ホーム画面でページボタンを押すと、ホーム画面の表示が変わります。内容は、どれも似たようなものです。TLE ボタンはテレメトリーの表示画面です。現在、何も設定されていないので、何も表示されません。リターンボタンでホーム画面に戻ります。右にある大きなダイヤルは、回すとメニューが上下に移動します。また、押すと確定です。さて、早速システムメニューを見てみましょう。SYS ボタンを押すと、1ページ目のメニュー、ツールズが出てきます。このメニュー、実は、SD カードのツールズフォルダの中身です。なので、好きに増やしたり減らしたりできます。上の2つは、私が使っているジャイロの、設定画面を呼び出すためのスクリプトで、私が入れたものです。3番目のウィザードローダーは、選択すると、対話式でモデルデータを制作できます。が、知らないで使うと、ぐちゃぐちゃなモデルが完成して危険です。リターンボタンで戻りましょう。この先は、現在の 2.4GHz の、混み具合が見られるツールです。通常使わないので、次のページへ行きましょう。上のページボタンを押すと、一つ右のページが表示されます。ここは、SD カードの中身を見ることができます。主な用途は、SD カードに保存したスクリプトの起動です。テキストファイルが読めたりもしますが、まあ、使わないでしょう。さらに、上のページボタンを押して、3ページ目に移動します。さて、この画面、レディオセットアップが本日のメインです。モデルデータを作る前に設定をしましょう。デートとタイムは見ての通り、日付と時刻です。ログファイルに記載されるので、正しい時間に合わせましょう。バッテリーレンジは、ホーム画面の電圧表示の下にあった、棒の範囲の設定です。リチウムバッテリーは1セル 3.5V 付近から、急激に下がるので、下の値は 7V とかでもいいでしょう。サウンド、モード、ボタンを操作した時に、ピロピロ音を出すか、ボタン操作以外だけピロピロ鳴らすか、全く鳴らさないかの設定です。通常はノーケーですが、動画的にピロピロ鳴った方がいいので、オールにしています。ボリュームは全体のボリューム。エンジン機が飛んでいると何も聞こえないので、上げておきましょう。ピープ、ボリュームは、ピロピロ音の音量。レングスは長さが、ピッチは音程が変わります。ウェーブ、ボリュームは、アカネさんの声の大きさ。バックグラウンド、ボリュームは、送信機で音楽鳴らす時の大きさです。バリオ、ボリューム。バリオメーター使う際の音量です。使っているのがバレると恥ずかしいので、下げておきます。続いて、バリオメーターの音程の設定があります。ハプティック。どんな時にコントローラーが振動するかの設定です。オールにすると、ボタンを押すたびに震えます。通常はノーケーです。レングスとストレングスは、震える長さと強さです。コントラストは液晶画面の調整です。
アラームズ、バッテリーロー。コントローラの電圧が、ここで設定した電圧になると、コントローラーがバッテリーローと喋り始めます。6.5V は結構ギリギリなので、私は 6.8V です。イナアクティビティ。ここで設定した時間、一切操作を行わないと、電源切り忘れ警告が、鳴り始めます。10M は10分のことです。メモリー、ロー。SD カードが満タンになるとなります。ログを取っていると、だんだん溜まりますが、32GB の SD カードが、いっぱいになることはないでしょう。サウンド、オフ。警告の音まで無効にしてあると、危険だぞって警告されます。RSSI、シャットダウン。受信機の電源が入っているのに、送信機の電源を切ろうとすると怒られます。さらに決定ボタンを押さないと、電源が切れない。待機状態に入ります。また、その状態で、受信機の電源を切ると、送信機の電源も自動で切れます。バックライト、モード。液晶画面のバックライトの設定です。ON が常に光ります。コントロールは、ジンバルやスイッチで光り、キーズはメニュー操作で光ります。私は、メニュー画面操作時だけ光ればいいので、キーズですね。デュレーションは、バックライトが消えるまでの時間。ブライトネスは明るさ。アラームは、警告表示の際にも光ります。スプラッシュスクリーン。電源入れた時に表示される、HTX のロゴの長さです。パワーオンデュレイ。電源を入れる際に必要な、電源ボタン長押し時間の設定です。パワーオフデュレイ。電源を切る際に必要な、電源ボタンの長押し時間の設定です。切る方に関しては、0秒は危険であると、公式見解が出ています。オーナー ID。フリースカイの受信機が、送信機を見分ける際の ID です。下手に触らない方がいいです。タイムゾーン。日本はマイナス9です。アジャストリアルタイムクロック。GPS で、送信機の時計を合わせるか、という設定です。GPS コード図。GPS の表示方法です。カントリーコード。FCC か LBT か議的かって話です。ボイスランゲージ。送信機が喋る言語の設定です。実際には、SD カードの読むフォルダが変わるだけです。ユニット図。単位の設定ですが、結局個別にできます。プレイデュレイ。説明が難しいですが、スイッチを操作してから、送信機が喋り出すまでのラグです。用途はですね、3段スイッチを、1段目から3段目に一気に操作した時に、2段目のセリフを喋らないための設定です。USB モード。コントローラーをパソコンに繋いだ時の動作です。HTX をパソコンに繋ぐと、ゲームパッドになったり、USB マスストレージになったりしますが、繋ぐたびに選択するか、決め打ちにするかの設定です。デフォルトチャンネルオーダー。左が、チャンネル1、右がチャンネル4です。A が、エルロン、E がエレベーター、T が、スラスト、R がラダーです。私が使っているフリースカイは、ジャイロがこの順なので、アエトラです。ロータリーエンコーダーモード。同業 C ですが、さっきから操作している、このくるくるの方向が逆転します。モード。私は2ですが、大半の日本人は1です。イネーブルドフィーチャーズ。HTX の機能を一部隠せます。今回は、ヘリセットアップだけ隠します。ヘリセットアップとは、主にスワッシュミックスのことです。機体側でスワッシュミックスをしている機体は、ヘリでも不要です。また、ここで隠しても、モデルの画面で再度表示設定があります。さて、レディオセットアップは、ここで最後です。ページボタンを押すと、さらに先がありますが、この先は、通常はあまり触らないです。モデルデータを制作後に確認してみましょう。それでは、リターンボタンを押して、今日はおしまいです。次回は、とりあえずエルロンを動かそう、をお送りします。続きを見たい方は、高評価とチャンネル登録もお願いします。じゃ、またね。